長代町長選挙に立候補しているのは、届出順にいずれも無所属で新人の谷川貴博候補58歳と、現職で4期目を目指す吉田新一候補73歳の2人です。投票は今朝7時から町内9カ所の投票所で行われており、 午後4時現在の投票率は18.81%で前回より13.68ポイント下回っています今回12年ぶりの選挙戦となった長与町の町長選挙はきょう午後8時に投票が締め切られ即日開票されます